ジェームズ・ロングストリートは、アメリカ合衆国南北戦争の南軍で、結出した将軍であり、ロバート・イーリー将軍の片腕であった。リーは、ロングストリートのことを、オールド・オー・ホースと呼んだ。ロングストリートは、リーの下で、東部戦線の北バージニア軍の一軍団を率いて、多くの名高い戦闘に参戦し、また、西部戦線では、テネシー軍で、 ブラックストン・ブラッグ将軍と共に戦った。電気作者で歴史家のジェフリー・ディ・ワートは、ロングストリートは、北バージニア軍で最も優れた軍団指揮者であった。事実、彼は疑いもなく両軍の戦闘で最善の軍団指揮者であった。と書いた。ロングストリートの将軍としての才能によって、第二次ブルランの戦い。 フレデリックスバーグの戦い及びカマウガの戦いで攻撃的なものも防御的なものも南軍の勝利に意義ある貢献を果たした。また、7日間の戦い、アンティータムの戦い、さらに重傷を負うまでのアラノの戦いでも目立った、戦果を挙げた。テネシー州ノックスビルで半ば放任した指揮をした時は南軍にとって停滞敗北になった。 ロングストリートの戦時行動の中で議論が多いのは、ゲティスバーグの戦いの時に、リー将軍の取った戦術に同意できず、ピケットの突撃と呼ばれる不評による悲惨な攻撃を躊躇して見過ごしたことである。ロングストリートは、戦後も外交官、公務員及び行政官として合衆国政府のために働いた。しかし共和党に倉えして古い友人である。 ユリシーズ・グラントに協力したこと、また、戦時のリー将軍の行動について批判的なコメントを書いたことで、昔の南軍の同僚の多くからは忌み嫌われる人となった。南軍の敗北の原因について書いた人々は、ゲティスバーグでのロングストリートの行動が、南軍が戦争に負ける主要原因となったと強調していた。 ロングストリートの南部における評判は一世紀以上も悪いままであり、やっと最近になって再評価がゆっくりと始まった。ロングストリートはサウスカロライナ州エッジフィールド地区で生まれた。両親のジェームズ・ロングストリートとメアリー・アン・ロングストリートにとっては5番目の子供で3、男であった。父親はニュージャージー州、母親はメリーランド州の出身であり、 ジョージア州北東部に作られるゲインズビルに近いところに綿花のプランテーションを所有した。祖先は1657年にオランダ植民地のニューネーデルラントに移住したダーク、ストッフェルス・ランゲストレートであったが、世代が移ると共に生を英語読みに変えた。父親のジェームズは田舎のプランテーションにおける息子のジェームズの岩のような特徴に注目し、 そのあだ名をピーターとしたので、その後の人生でもピートあるいはオールドピートと呼ばれるようになった。父親のジェームズは息子に軍隊の経験を積ませることにしたが、田舎で与えられる教育では適当な準備ができないと感じた。息子のジェームズは9歳の時にオーガスタのおじ夫婦のところにやられた。おじのオーガスタス・ボールドウィン・ロングストリートは新聞編集者。 教育者で、メソジストの牧師でもあった。ジェームズ・ロングストリートは、オーガスタのすぐ郊外にあるおじのプランテーション、ウエスト・オーバーで8年間を過ごし、リッチモンド軍専門学校に通った。父のジェームズは1833年に、オーガスタを訪れているとき、コレラで死んだ。母親など家族は、アラバマ州、サマービルに移住したが、息子のジェームズは、 叔父のオーガスタスのもとに泊まった。1837年、オーガスタスは、ロングストリート合衆国陸軍士官学校にあげようとしたが、その会員選挙区には枠に、秋がなかったので、1年後の1838年、母親のメアリーが住むアラバマ州の第1選挙区を代表していた親戚のリューベン・チャップマンの働きで入学することができた。ロングストリートは、 ウエストポイントでは、学業の成績が悪く規律も問題があり、1842年に、卒業した時は56人の士官候補生中の、順位は54番目だった。しかし同級生の中では、人気があり、ジョージ・ヘンリー・トーマス、ウィリアム・ローズ・クランズ、ジョン・ポープ、D.H. ヒル、ラファイエット・マクローズ、ジョージ・ピケット、ジョン・ベルフッドなど、 南北戦争で名を上げることになる多くのものと信仰を深めた。一つ下の学年にいたユリシーズ・グラントと共親友になった。ロングストリートは米国陸軍第四不評師団の名誉将尉に指名された。ロングストリートは最初の2年間をミズーリ州ジェファーソンバラックスで任務に就き、そこに後から親友のグラント注意が加わった。 ロングストリートはグラントに遠い親戚のジュリア・伝ンを紹介し、この二人はその後に結婚することになった。その紹介のすぐ後で、ロングストリートはマリア・ルイーザ・ガーランドと知り合った。マリアは、ロングストリートの所属する連帯指揮官、ジョン・ガーランド中佐の娘だった。ロングストリートとマリアは、米国戦争の後の1848年に結婚した。 二人の結婚生活は40年間も続き、10人の子供にも恵まれたが、ロングストリートの美貌録には、マリアのことが一つも書かれておらず、二人の関係に関する逸話は二番目の妻が書いたものから伝えられた。ロングストリートは、米牧戦争で、第八不評師団に属して柄を立てた。コントレラスの戦いとチュルブスコの戦いで第に、 名誉の昇進を果たし、森のデルリーの戦いで勝者になった。1847年9月12日のチャプルテペックの戦いでは、連帯機を持って丘を駆け上がって攻撃している時に太ももに傷を負った。ロングストリートは倒れながら連帯機を友人のピケット注意に渡し、ピケットはうまく丘の頂上まで到達することができた。戦後、傷が癒えた後で、 ロングストリートとそのニーズマは、テキサス周辺境での任務につき、最初はブリス取り出が、勤務地だった。そこでは、偵察任務をこなし、1858年7月からは、第8不評師団の少佐と、給与支払い担当者を担当した。ロングストリートは、アメリカ合衆国からの脱退について、熱心に指示したわけではなかったが、おじのオーガスタスから以前に、 州の権限の原則について学んでおり、おじのその問題に関する就寝についてもよく見てきていた。ロングストリートはサウスカロライナ州で生まれ、ジョージア州で育ったが、ウエストポイントにあげてくれ母親が住んでいるアラバマ州に対する報酬を申し出た。さらに、アラバマ州からウエストポイントを卒業した者の中では年長であり、州軍の中では相応の階級を与えられる。 可能性があった。1861年6月にアメリカ陸軍から除隊し南北戦争で南軍にかけてみることにした。ロングストリートは南軍の中佐としてバージニア州リッチモンドに着任した。1861年6月22日アメリカ連合国大統領ジェファーソン・デイビスと 交換邸宅で会見し、6月17日付で、順庄に指名されたことを知らされ、25日に任命書を受け取った。ロングストリートは、マナサスにいる、PGT ボーリガード順位のところに出頭するよう、命じられ、そこに到着すると、バージニア参個連隊からなる旅団の指揮を任された。ロングストリートは部下を集め、ひっきりなしにその旅団の訓練を行った。 この旅団は7月18日のブラックバーンズフォードの戦いで北軍の威力偵察部隊と初めて戦い、これが第一次ブルランの戦いにつながった。7月21日、主力の攻撃が戦列の反対側まで達した時、ロングストリートの旅団は9時間も大砲の砲火に耐えていたにもかかわらず比較的小さな役割を演じただけだった。ロングストリートは、 自軍の指揮官たちが配送する北軍を活発に追撃させなかったことに不満だった。ロングストリートの信頼する副官モクスリー・ソレルは、ロングストリートがかなり怒っていた。その帽子を怒りに任せて地面に叩きつけ、踏みにじり、汚い言葉を吐いたと記録した。ソレルは、ロングストリートが、引っ込め、畜生、北軍が粉々に砕け散ったと言ったとしている。 ロングストリートは10月7日に少々に昇進し、南軍のポトマック軍の一師団で指揮を取った。1862年の1月にロングストリート家を悲劇が襲った。リッチモンドで流行った昇降熱によって1歳の娘メアリーアン、4歳の息子ジェームズ、6歳の息子オーガスタスを1週間のうちに次々と失った。 13歳の息子ガーランドも死ぬ寸前まで行った。ロングストリートは、この喪失で、大いに落胆し、個人的にも、社会的にも引っ込み事案になった。1861年のロングストリートの本部は、パーティー、飲酒及びポーカーで明け暮れていた。葬儀から戻った、ロングストリートは、社交生活が陰鬱になり、ほとんど酒を飲まず、敬けな性交換委員になった。 その年の春、半島方面作戦では、複雑な任務をこなした。ヨークタウンの包囲戦とウィリアムズバーグの戦いでは、後衛を指揮し、ジョージ・マクレラン少将の指揮する北軍がリッチモンドに、進軍する速度を遅らせた。セブン・パインズの戦いでは、ロングストリート軍が間違った道を間違った方向に、進んで遊軍部隊の混乱の原因を作り、 マクレラン軍に対する逆襲の効果を薄めさせた。ロングストリートの報告書はこの災難の原因について、領有のベンジャミン・フーガーを不当に攻めていた。ジョセフ・ジョンストン将軍が、この戦闘中に負傷し、北バージニア軍の指揮官は、ロバート・イーリー将軍に変わった。6月下旬に起こった7日間の戦いの間、ロングストリートは、 リーグのおよそ半分に近い15旅団を指揮し、マクレラン軍を半島の先端近くまで押し返した。その指揮は攻撃的であり、特にゲインズミルの戦いとグレンデールの戦いでは、その新しく大きくなった部隊の指揮が際立った。ロングストリートにとっては、同輩のリーグに将軍たちの手柄は大したことがなかった。特に、ストーンオール、ジャクソン少将はいつになく、 元気がなかったので、北軍を打ち破るまでには至らなかった。モクスリー・ソレルは、ロングストリートの戦場で見せる自信と沈着さについて、彼は安定した岩のようであり、戦場で時には世界が粉々になって飛んでいくように見えたと書いた。リー将軍は、ロングストリートは私の右腕だと言った。ロングストリートは、リーの第一の副指揮官としての地位を築いた。 リーの部下の軍団指揮者に関する軍事的な評判はしばしばストーンウォール・ジャクソンが代表する大胆で攻撃的性格のものであったがロングストリートは防御的な戦略と戦術を推奨し実行した典型的な指揮官でありジャクソンを軍隊のハンマーとすればロングストリートは悲しきであった1862年8月の北バージニア方面作戦では この固定観念が当てはまらなかった。ロングストリートは全軍の右翼を担い、ジャクソンが左翼を担った。ジャクソンはリーの命令で作戦を開始し、その部隊を北軍ジョン・ポープ少将のバージニア軍の後方に進ませて側面を突こうとしたが、続いて防御的な配置を取ってポープ軍の攻撃をうまく迎え入れた。8月28日と29日、 第二次ブルランの戦いの開始時点で、ポープは、ロングストリートや他の南軍部隊が、北方の戦場に到着している時に、ジャクソン軍に猛襲を加えた。この戦いの後で、ロングストリート軍があまりにゆっくりと行軍しており、ジャクソン軍は単独で2日間も、敵の矛先に耐えねばならなかったと非難する者がいたが、ロングストリート軍は24時間ちょっとの間に30マイルを、 進んでおり、リー将軍もそれ以上早くその軍隊を集中させようとはしていなかった。ロングストリート軍が8月29日の真昼頃に到着した時、リーはジャクソン軍に注意を集中している北軍の側面を突くように命じた。ロングストリートは午後の間ぐずぐずしており、個人的に偵察する時間を要求したが、 これがリーをイライラさせて、その命令を3度も出させることになった。午後6時半までに、ジョンベルフッド殉将の師団が前進して、北軍第五軍団と対抗したが、ロングストリートは8時半には、フッド軍を退かせた。この件で再度ロングストリートは批判され、戦後の敗戦責任を追求する者たちは、その鈍さと攻撃を躊躇したことを呼び、 リー将軍の命令に従わなかったことは、1863年7月2日に、ゲティスバーグの戦いで起きた、議論の多い行動の前兆だったと主張した。リーの伝記作者、ダグラス・サウス・オール・フリーマンは、ゲティスバーグの悲劇の種はこの時に巻かれた。リーが、ロングストリートに屈服した時、ロングストリートはリーがそうなることを見つけたと書いた。この批判にもかかわらず、 翌日8月30日はロングストリートが大手柄を立てた日であった。ポープはジャクソン軍が撤退を始めていると信じ込んでいたのでロングストリートはその機に常時てに万5000名以上の部隊で北軍の左翼に総攻撃をかけさせた。4時間以上にわたって巨大なハンマーのように猛攻をかけた。ロングストリートは 活発に砲兵隊による砲撃を支持し、乱闘の中に旅団を送り込んだ。ロングストリートとリーは、この総攻撃の時に共同して当たっており、どちらも、北軍の砲撃にさらされた。北軍は、激しい防御で耐えたものの、ポープの軍はほぼ同じ戦場であった第一次ブルランの、戦いの惨めな敗北時と同様に後退を強いられた。 ロングストリートは戦勝の功績をすべてリーにあるものとし、この作戦は賢明で輝かしいと表現した。これは戦略的攻撃の中で防御的戦術を使うというロングストリートが理想と考える戦略形態を作り上げた。フレデリックスバーグの戦いロングストリートが防御を好む将軍であるという評判は 1862年後半の二つの大きな戦闘における彼の功績で固められた。9月のメリーランド方面作戦では、アンティータムの戦いで2倍の勢力の北軍に対して防御的配置を敷いて耐えた。南北戦争で最も流血が多かった1日の後で、リーはその部下に、ああ、ここにロングストリートがいる。ここに、私の、 オールドウォーホースがいると言って称えた。アンティータムから数週間後の10月9日、ロングストリートは中将に昇進した。リーは、ロングストリートの昇進をジャクソンより1日早くなるように手配して、オールドウォーホースが南軍では上級の将軍であることを示した。11月に行われた軍隊の再編成で、 ロングストリートが指揮する第一軍団は5個師団約4万千名になった。12月ロングストリートの第一軍団はフレデリックスバーグの戦いで決定的な役割を演じた。メアリーズ・ハイツの石壁の背後に部隊を配置し、北軍の攻撃を14度跳ね返した。北軍の損失は約1万人に達したのに対し、ロングストリート軍は500名を失っただけだった。 この防御の大きな成功は地形の利点を生かしただけではなかった。アンティータムの戦いでの損失が防御工作をしていなかったことから倍化されたことを覚えていて、この時は残豪を、酒もぎ及び保留を作らせておいた。このやり方はその後の北バージニア軍で防御的婦人を敷く時に洗礼となった。1863年の早春、ロングストリートはリーに、 北バージニア軍から離れて、ブラックストンブラッグ将軍が指揮するテネシー軍の応援に回るという提案をした。テネシー軍は、テネシー州中部で、ロングストリートにとっては、ウエストポイント時代のルームメイトである北軍のウィリアム、ローズクランズ少将の挑戦を受けていた。ロングストリートは、リーの影で一軍団を指揮するよりも、 西部戦線で独立した指揮をすることが昇進の良い機会になると信じた可能性がある。リーは第一軍団から二個師団を派遣したが、テネシーではなく、リッチモンドに向けてだった。北軍第九軍団による海側からの進軍が、大西洋岸中部の重要な港を潜在的に脅かしていた。2月半ばに、ピケットの師団が、首都に向けて出発し、 フッドの師団がその後に続いた。ロングストリートは、このニコ師団とノースカロライナ及び、南バージニア方面軍を統括する指揮を命じられた。4月、ロングストリートは、サフォーク市で北軍を包囲した。これは、小さな作戦であったが、戦乱で荒れ果てたバージニア中部に駐留する、リー軍にとって、大変重要なことであった。これが成功すれば南軍は、 北軍の支配下にある大量の物資を集めることができた。しかし、この作戦によって5月に起こったチャンセラーズビルの戦いの時に、ロングストリートの第一軍団1万5000名が戦場にいないということになった。チャンセラーズビルではリーが輝かしい勝利を挙げたものの、ロングストリートはサフォークから部隊と共に戻ってリー軍に加わることができたはずだという批判が起こった。 作戦の計画、チャンセラーズビルとジャクソンの死に続いて、ロングストリートとリーは5月半ばに会談して、夏の作戦について議論した。ロングストリートはもう一度、彼の全軍あるいは一部をテネシーに派遣することを主張した。この作戦の正当性については、北軍のグラント将軍が、南軍が強固に守るミシシッピ川沿岸の町、 ビックスバーグに迫っていることからも喫緊の課題になりつつあった。ロングストリートはブラッグの下に援軍を送ればローズクランズの部隊をオハイオ川方面に追いやり続いてグラントのビックスバーグ包囲を破ることができるというものだった。リーはその軍団の分割に反対しその代わりにペンシルベニア州に向けた大規模な攻撃を主張した。ロングストリートの微暴録では リーの提案に対する彼の反応が次のように書かれている。彼の作戦と願望を表明した上では、異なる方向になる提案をしたとしても無益で不適切になった。私が求めることができたのは、作戦計画の方針を防衛的戦術の一つにすべきということだった。つまり、我々の国土の中にその目的にかなう適当な位置で、 敵に攻撃させるように仕向け、大きな勝利を確実にするというものだった。このことについて彼は重要でありその全体計画を補うものとして容易に同意した。この文章は作戦が行われた数年後に書かれたものであり、戦闘の結果と戦後の敗戦原因批判というゴ知恵に影響されている。当時のロングストリートが書いた手紙には、 そのようなリーとの取引が書かれていない。1868年4月、リーはそのような約束をしたことはない。そのようなことを考えたこともない。と言った。さらに、リーの戦闘後の報告書では、我々の本拠から遠く離れた場所で敵から攻撃されるのでなければ、海戦を行うつもりはなかった。と書いた。北バージニア軍は、ジャクソンの死によって再編された。 二人の師団指揮官リチャード・イーウェルと AP ヒルが中将に昇進し、第二位と第三軍団を指揮するとされた。ロングストリートの第一軍団は、リチャード・ H ・アンダーソン少々の師団を手放し、ラファイエット・マクローズ、ジョージ・ピケット及びジョン・フッドの師団が残った。この夏の方面作戦の開始時点で、ロングストリートの軍団は、 シェナンドを警告を通ってイーウェルの軍団を追った。ロングストリートの雇ったスパイ、ヘンリー・トマス・ハリソンが、北軍のポトマック軍は、予想よりも早く、北に向かって南軍に接しようとしていると警告した。このことでリーは即座に全軍をゲティスバーグ近くに、集結させようとした。ゲティスバーグの戦いゲティスバーグの戦い二日目。 ゲティスバーグの戦いでのロングストリートの行動は一世紀以上に、渡って彼を取り巻く論争の中心にある。ロングストリートは、初日7月1日の午後遅くに戦場に到着した。この時までに、北軍二個軍団が言い終えると、ヒルによって街中に追い込まれ、セメタリーヒルで防御陣を敷いた。リーは、全軍が集結するまで戦うつもりはなかったが、 昼による時期を捉えているが、疑問の残る決断で初日は印象に残る南軍の勝利だった。北軍の防御陣の強さを心配していたロングストリートはリーにあって敵の左翼に戦略的回り込みを行い、敵と敵の首都との間に良い地方を確保することで、北軍のジョージ・ミード少将に南軍が構築した防御陣を攻撃させることができると主張した。 しかし、リーは、敵があそこに明日もいるならば、攻撃しなければならないと叫んだ。7月2日のリーの作戦は、まず、ロングストリート軍に、北軍の左翼を攻撃させ、続いて、ヒルの軍に中央に近いセメタリーリッジを攻撃させる。一方でイーウェル軍は、北軍の左翼に向かう動きを示す、というものだった。 ロングストリートはゆっくりと動き始めその旅団のいくつかが到着するのを待って敵の陣地に近づきながら長い回り道をさせたロングストリートに対する戦後の批判ではロングストリートに対するリーの命令は早朝に攻撃をかけることでありその遅れはこの戦闘に負ける重大な原因になったと主張しているしかしリーはこの軍団到着の遅れに同意し 午前11時まで正式な攻撃命令を出さなかった。午後4時頃に攻撃が始まると、ロングストリートはマクローズとフッドに攻撃をかけさせ、北軍の激しい抵抗にも優勢であったが、かなりの損失を被ってほとんど成功とは言えなかった。7月3日、リーはロングストリートに北軍の中央に共同して総攻撃をかけるよう命じた。これには、 ピケットの師団とヒル軍団のいくつかの旅団を当てるつもりだった。ロングストリートは成功の可能性がないと考えたので、この命令に従いたくないと大いに強調した。リーに次のように言ったという。将軍、私は、生涯軍人だった。二人で、分隊で、中隊で、連隊で、 師団でそして軍隊で戦ってきた兵士と共にあって、皆がそうであるように兵士が何をできるか知っている。この戦闘に一万五千名をかけても、あの陣地は取れないというのが私の意見だ。不評の攻撃に先立つ砲兵による一斉砲撃の間に、ロングストリートは、ピケットの師団を発信させる責任を、砲兵隊の指揮官、エドワード・ポーター・アレクサンダーに渡そうと試みた。 実際にピケットの手段が前進する時になって、ロングストリートは頷いて同意を示すだけで言葉による命令を発し,しなかった。ピケットの突撃と呼ばれるこの総攻撃は、ロングストリートが予想した以上の損失を被った。これがゲティスバーグにおける南軍の敗北で決定的なポイントであり、リーは翌日バージニアに引き返す命令を出した。 戦後のロングストリートに対する批判は、ゲティスバーグの戦いにおけるその行動だけでなく、リーやその戦略に対する乱暴な発言に基づいている。例えば次のものである。リーが興奮しバランス感覚を欠いていたことは、最初の日の午後で明らかである。大量の血が流れて気づかせるまではその気分の中で動き続けた。 1863年8月半ば、ロングストリートは、西部戦線に転身するという試みを再開した。アメリカ連合国陸軍長官のジェームズ・セドンに、私的な手紙を送り、古い友人のジョセフ・ジョンストンの下で働きたいと、頼んだ。さらに、議会の同調者、ルイス・ウィグフォール上院議員との会話でその考えを、押した。ウィグフォールは、以前から、 ロングストリートは、ブラックストン・ブラッグの公認にと考えていた。ブラッグ軍は、チャタヌーガの郊外で、ローズクランズ軍からの圧力を暇しに受けるようになっていたので、リーとデイビス大統領は9月5日に要請に応じた。南軍にとって、最も大変なものの一つに数えられる、平坦上の努力により、ロングストリートは、ラファイエット・マクローズとジョン・フッドの師団、 ジョージ・ピケットの師団から一旅団を呼び、ポーター・アレクサンダーの26門砲兵大隊を、両カロライマ州を通り、ジョージア州北部にいるブラッグのところまで16の、鉄道を使い775マイルを移動させた。この行動のために3週間以上を要したが、ロングストリートとその軍団の主要部隊は9月17日に到着した。第一軍団の小三兵は、 チカマウガの戦いの初期段階に間に合った。ブラッグは、ロングストリートを、左翼の揮に、レオニダスポーク中将を、右翼の揮に置いた。9月20日、ロングストリートは、敵の狭い前衛に対し、発個旅団を長い従列に、して、攻撃を仕掛けさせた。偶然、ローズクランズからの誤った命令で北軍の戦列に、隙間が生じ、ロングストリート軍はそれにつけ込んだ。 攻撃側の組み立ては地形にかなったものであり、それでなくとも、北軍の戦列に強力な圧力をかけるものだった。北軍の右翼が崩壊し、ブラック軍が接近して、敵軍を打ち破ろうとした。ローズクランズとその多くの部隊が、チャタヌーガの方向に撤退する中で、ジョージ・ヘンリー・トーマス少将の部隊だけが頑強に、守りう崩れを防いだ。 ブラッグも退却する北軍を強いて追撃しようとはしなかった。それにもかかわらず、近間川西部戦線における南軍最大の勝利であり、ロングストリートはその功績を評価された。ロングストリートはすぐに何かと悪評のあるブラッグと衝突し、ブラッグを更迭しようと動いている軍の古参識者たちの指導者になった。ブラッグの部下達は以前から その指導力や感に触る性格に不満を抱いていた。古参の中将であるロングストリートが到着し行動を起こすには絶好の時となった。ロングストリートはセドンに当てて手紙を書いた。今の指揮官がいる限り神の手以外の何者も我々を救ったり助けてくれはしないと確信している。状況は深刻だったのでデイビス大統領は 直に仲裁するしかなかった。次に起こったことは、この戦争の中でも異様な場面であり、ブラッグは上官に責められて顔を真っ赤にして座っていた。ロングストリートは、ブラッグが一軍を指揮する能力がなく、すなわち兵士を戦闘に向かわせる力がなく、やるべきことがわかっていないと言った。デイビス大統領は、ブラッグの肩を持ち、 この論争を解決するためには何もしなかった。ブラッグはその地位を保ち、ロングストリートに対しては、バージニアから連れてきた部隊のみに限定して、その指揮権の及ぶ範囲を減らすことで報復した。第三次チャタヌーガの戦いの前に、いくつか小さな戦闘に参加した後、ロングストリートとその部隊は、東テネシーに派遣されて、 北軍のアンブローズ・バーンサイド軍の前進を抑えることになった。ロングストリートがこの任務に選ばれたことは、ブラッグの敵意によるものでもあったが、陸軍省がロングストリート軍をリー軍に戻したいと考えており、この移動はその方向に近づけるという意図があった。ロングストリートは11月にノックスビルに向かう、航軍が鈍かったので批判され、その部隊のいくつかは、スロー、 ピーターというあだ名も使い始めた。バーンサイドはキャンベルズステーションの戦いでロングストリート軍の圧力を回避し街の周りに残壕を掘って守備を固めた。ロングストリートは包囲したがうまくいかなかった。サンダース取り出の戦いでも南軍に活路を開かせなかった。ブラッグが11月25日にチャタヌーガでグラントに敗れた時ロングストリートは ジョージア州北部でテネシー軍に合流することを命じられた。ロングストリートは躊躇してバージニアに戻る動きを始めたが、それから間もない12月初めにウィリアム・シャーマン軍の追撃を受けた。ロングストリート軍は冬の宿営に入り、春には北バージニア軍に再度合流した。この小さな作戦行動の成果といえば、チャタヌーガで、 ブラッグが必要とした部隊を奪ったことだった。ロングストリートがサフォーク以降で初めて単独指揮した行動は失敗に終わり自尊心を傷つけられた。作戦失敗に対する反応としてセブンパインズの時にあったように他人を非難した。ラファイエット・マクローズを指揮官から解任し、ジェローム・ロバートソン淳賞とイベンダー・ロー淳賞の軍法会議を要求した。 総務局長のサミュエル・クーパーには12月30日に G を伝える手紙を送った。しかし、その G は受け付けられなかった。ロングストリートの軍団が東テネシーで適切な隠れ場や物資もなく厳しい冬を過ごした後、再び戦略計画を練り始めた。テネシーからケンタッキーに向けて攻撃的遠征を行い、PGT ボーリガードの2万名の軍団に応援を、 もらうというものだった。リートは意見が一致したものの、デービス大統領やその新しく指名した軍事コモンブラックストンブラッグを説得することはできなかった。ロングストリートは古い友人のユリシーズ・グラントが北軍の総司令官になったことを知って仲間の士官に彼は毎日、毎時間戦争が終わるまで戦ってくるだろうと告げた。リー軍に戻って、 最初の戦い、1864年5月の荒野の戦いでは、ロングストリートが南軍を敗北から救った。北軍の第二軍団に対しオレンジプランク道路から力強い側面攻撃を行い、敵をほとんど戦場から追い出すところまで行った。ここで再度難しい地形を扱う独創的な戦術を見つけた。ロッコ旅団に対しい三平で前進を命じ、 兵士たちには絶え間なく銃撃を行うことを可能にさせ、敵からは自分たちを捉えどころのないようにさせた。荒野に関する歴史家エドワード・スティアはこの時の作戦成功の要因を、精力的な劣勢を跳ね返す以上にロングストリートの戦術的天才を示したことにあるとした。ロングストリートはこの攻撃の最中に部下の不慮の射撃によって負傷した。 その場所は一年前に、ジャクソンが致命傷を負った場所からほんの4マイルしか、離れていなかった。弾は肩を貫通し、神経を切断し、喉に深い切り傷をつけた。ロングストリートの指揮がなくなって、攻撃の勢いが途切れ、リー将軍は、部隊が再編成されるまで次の行動を止めた。これで、北軍守備隊には、組織を立て直す暇を与え、次の攻撃は、 失敗に終わった。E.P. アレクサンダーは、ロングストリートがいなくなったことが、戦闘の重要な分かれ目だったと指摘した。私は常に、ロングストリートが倒れなければ、ハンコックの第二軍団に広がっていた強行が、さらに大きくなり、グラント軍は、ラピダン側を越えて退却するしかなかったと信じている。ロングストリートは1864年の春と夏の、作戦に参加できなかった。 リーは敵を扱う彼の手腕がないことをひどく残念に思った。ロングストリートはバージニア州リンチバーグで治療を受けており、生まれ故郷のジョージアで西洋していた。1864年10月に復帰したが、右腕は麻痺して釣り、包帯をしており、最初は馬にも乗れなかった。ピータースバーグの包囲戦での残り期間、首都リッチモンドの前線で、 ジェームズ川の北の部隊とバミーダハンドレッドにいるピケットの師団を含み守備隊を指揮した。リーに従ってアポマトックスに交代し、1865年4月2日に AP ヒルが戦死した後は第1軍団に加えて第3軍団も指揮した。リーが幸福を考慮している時にロングストリートはグラウンドが公正に扱ってくれると信じていることを告げた。 リーは4月9日にアポマトックスコートハウスに馬で向かうとき、将軍、もし彼が良い条件を出さなければ、戻ってきて我々と共に戦いましょうと言った。戦後のロングストリート戦後、ロングストリートとその家族は、多くの元南軍将軍に人気のあったニューオーリンズに転居した。そこで、綿の仲買事業を、 共同経営し、また新しく作られたグレートサウザーンウエスタン損害保険会社の社長になった。モービルオハイオ鉄道の社長にもなろうと、積極的に動いたが失敗し、ニューオーリンズからメキシコのモンテレーまでしく鉄道の出資者を募ったが、これも失敗した。1870年、新しく作られたニューオーリンズノースイースタン鉄道の社長に指名された。 アンドリュー・ジョンソン大統領に恩赦を申請したが、それには、給油グラントの推薦があった。ジョンソンはこれを拒否し、ロングストリートにあった時に、南部の三人だけは恩赦を出せない。デイビス氏、d 将軍、そしてあなただ。あなたは北軍に、多くの危機を背負わせた。と告げた。合衆国議会は1868年6月に、ロングストリートの市民権を復活させた。 ロングストリートは南軍の上級将校としては唯一人、レコンストラクションの間にスキャラワ軍になり共和党員になった。1868年の大統領選挙ではグラントを押し就任選正式に参加し、その6日後にはニューオーリンズ税関の監督官に任命された。これらの行動で南部人の支持は失った。旧友のハーベイヒルは新聞に 我々のスキャラワグは世間からのけものにされている人だと書いた。ヒルはロングストリートが北部から来たカーペットバッガーとは異なり南部の生まれであるからなおのこと始末が悪いと書いた。ルイジアナ州の共和党員知事はロングストリートを州兵の総務局長に指名し1872年までに 周兵を指揮する少々とニューオーリンズ内の州警察指揮官になった。1874年に選挙の不正で暴動が起こった時、馬で反乱者に会いに行ったが、馬から引きずり下ろされ、使用済みの弾丸で撃たれ、捕虜になった。地圧のために連邦軍の出動が要請された。この時、ロングストリートがアフリカ系アメリカ人の部隊を使ったことが、 南部人による避難を増幅させた。1875年、ロングストリート家は健康と安全が心配になり、ニューオーリンズを離れて、ジョージア州ゲインズビルに戻った。この時までに、妻のルイーズは10人の子供を産みそのうち5人が成人していた。ラザフォードヘイズを通じて様々な職を探し、一時期は海軍長官も考慮の対象だった。 短期間であるが内国税集金副担当と、ゲインズビルの郵便局長を務めた。1880年ヘイズの指名で、オスマン帝国駐在アメリカ大使となり、1897年から1904年には、ウィリアム・マッキンリー、セオドアル・ーズベルト領大統領の下で、鉄道長官を務めた。ニューオーリンズには、仕事の都合で、しばしば旅行していたが、 1877年に、ローマカトリック教会に転校し、死ぬまで、献身的に信仰した。1881年から1884年まで、連邦保安官を務めたが、民主党が政権を取るとその政歴が終わり、ゲインズビルの近くの65エーカーの農場に、隠居したような状態になり、七面鳥を育て、段々畑は、果樹園と武道園を作ったので、 隣人たちは冗談が混じりに、そこを、ゲティスバーグと呼んだ。1889年4月9日に大火が起こり、家や所持品が焼けた。その中には、南北戦争の時の書類や記念品も含まれていた。この年の12月に、妻のルイーズが死んだ。1897年、34歳のヘレンドーチと再婚した。結婚式は、 アトランタにある知事の邸宅で行われた。子供たちは、この結婚に、あまり賛成ではなかったが、ヘレンは、献身的な妻となり、ロングストリートが死んだ後もその遺産を守った。ヘレンは、ロングストリートの死後58年間生存にし、1962年に、死んだ。ルイーズが死に、何十年も他の元南軍の者からその戦時の、記録について、 批判を受けた後で、ロングストリートは、マナサスからアポマトックスまでと題する反論のための、微暴録を5年間を用して書き上げ、1896年に出版した。悪口を言っていた人々よりも長生きし、1904年1月2日に、ゲインズビルで肺炎のために死んだ。アルタビスタ墓地に埋葬された。南北戦争を経験した召喚としては、 数少ない20世紀まで生き延びた人であった。南北戦争の失われた大義を書いた著作家たちの批判のためにロングストリートの軍歴はその死後も長い間避難され続けた。それは正式には1872年1月19日に始まった。リーの死後2年も経っていなかった。ジュバルアーリーは ワシントンカレッジでの演説で、ゲティスバーグにおいてリーは謝っていなかったとし、ロングストリートの2日目の攻撃が遅れたこと、3日目の配送について責任があることを主張した。翌年、リーの方兵指揮官であった、ウィリアム・ペンドレトンは、同じ場所で、ロングストリートは7月2日の日の出とともに攻撃を開始するという明白な命令に従わなかったと言った。 ロングストリートは1875年までこれら項の講義に反論できなかったので、それがさらに評判を傷つけることになった。20世紀に入って、ダグラス・サウス・オール・フリーマンがリーの伝記を表し、南北戦争に関する研究で、ロングストリートを意の一番に批判する態度を続けた。 バージニアの新聞記者で作家のクリフォード,ドーディは1950年代と1960年代にロングストリートに対する厳しい批判で知られた。ロングストリートの死後、妻のヘレンは反論のためにハイタイドにおけるリート・ロングストリートを自費出版した。その中で、南部では北軍の思いがけない勝利がロングストリート将軍の罪に値する不服従の結果だと、 信じるように先導的に教えられている。と述べている。1974年のマイケル・シャーラの小説、ザキラー・ーエンジェルスは、ロングストリートの美貌録に一部基づいており、また1993年の映画、ゲティスバーグは、ロングストリートを将軍として、再評価させ、大衆の認知度を劇的に上げたと言われている。チャタフーチー川をまたぐロングストリート橋は、 ゲインズビル近くのアメリカ国道129号線の一部であり、ロングストリート将軍にちなんで名付けられた。ノースカロライナ州フォートブラッグを通る主要道路にロングストリート道路がある。第二次世界大戦の時のリバティ線に SS ジェームズ・ロングストリートがある。1998年、ゲティスバーグ戦士公園に混流された最後の記念碑の一つは、遅ればせながら、 ロングストリートに捧げられた乗馬姿の銅像である。制作は彫刻家のゲリー・キャスティールだった。ピッツァー森の小立ちの中に地面に直に立てられた像であり、相場ヒーローは不釣り合いに小さく、それにまたがった姿である。戦場を見下ろす高い題材に乗った多くの将軍たちの銅像とは異なり、彼を取り巻く論争を象徴しているかのようである。ロングストリートは、 ハリー・タートル・ダブのもう一つの歴史小説、ハウ・ヒュー・リ・メイン、およびロバート・コンロイのもう一つの歴史小説、1901に登場する。トム・ベレンジャーによる映画、ゲティズ・バーグやブルース・ボックス・ライトナーによるその続編、ゴッツ・ジェネラルズでも描かれている。シカゴのライフライン劇場では、ブライアン・アミデーによる、劇作、ザ・キラー・エンジェルスの世界初演でも登場した。 ありがとうございます。